世界史に影響を与えた戦いランキング第62位は、民を滅亡させた大乱、李自成の乱だ。なんだってー、サムネで知ってたけど、なんだってー。民の後は秦、そのイメージが強いが、間には順という国があった。順、聞いたことがないよ。順は統一中華帝国になる前に滅びたからな。だが民を滅ぼしたのは秦ではなく順だった。そして順は李自成が建てた国だ。つまり整理すると、民は李自成が滅ぼしたわけだね。李自成の乱の始まりは、民の崇禎帝が液丹制度を廃止したことだった。液丹制度？一言で言えば陸運の制度だな。民は物資や郵便の輸送のために、全国に宿場を設け、陸運ネットワークを形成していたのだ。そして李自成は液卒をしていた。どうして廃止してしまったんだい？財政再建のためだ。1627年、民の典型帝が死に、その弟の崇禎帝が即位した。彼の置かれていた状況は絶望的としか言いようがなかった。どう絶望的だったんだい？あらゆる面で絶望的だったが、先代までの浪費のせいで財政が破綻していた。その一方で北東部から女真族が攻め込んできている状況だった。女真族というのはかつて金を建国し、河北を支配していた民族だね。民は長い間女真族に対して分割統治を行い、その連帯を阻止し続けてきた。しかしある出来事をきっかけにそれができなくなった。ある出来事とは何ぞ？豊臣秀吉による朝鮮侵攻だ。民は李氏朝鮮に大軍を援兵として派遣したわけだが、女真族にとっては首輝が取れた瞬間でもあった。詳しくは、人心、英雄の乱を見てね。そしてそのようなタイミングで、女真族にヌルハチというカリスマが現れたのだ。崇禎帝が即位する数年前、民はサルフの戦いにてヌルハチ率いる女真族の軍団に惨敗していた。詳しくは、サルフの戦いを見てね。ヌルハチはその後も着々と拠点を制圧していったのだが、民の側に円数艦という傑物が現れたおかげで、なんとか撃退することができていた。だが女真族の軍団を壊滅できていたわけではなく、崇禎帝は対女真族のための費用を捻出せねばならなかったのだ。財源は？増税。しかし崇禎帝以前の時代において、たびたび増税が行われており、民衆の限界は等に超えていた。その結果税が払えなくなった人々が逃亡し、流族となっていったのであった。隋の末期にも似たような現象が起きたね。秦の末期でも似た現象が起きており、増税によって滅びた中華帝国は少なくない。流族はやがて盗賊や山賊団を結成し、さらに流族集団を取り込んだ勢力が政権打倒を果たした例もあるのだ。民はまさにそのようにしてできたと言える。民の建国者である朱元璋の軍団には盗賊出身者も多かったんだったね。三国志の覇者となった曹操も、黄巾族を吸収して大勢力を形成した面がある。いわゆる、青州兵、だね。流族をいかに取り込むか。これは中華において新国家を樹立する上で非常に重要だったと言える。大量に流族が生まれるということは、その国の滅亡は近いということだね。財政の健全化には二つの方法がある。一つは収入を増やすこと。もう一つは支出を減らすこと。液丹制度の廃止は後者であった。増税して収入を増やし、液丹制度を廃止することで支出を減らしたわけだね。そしてその結果李自成の乱が起きて民が滅びたと言える。支出とはすなわち人件費であった。崇禎帝による液丹制度廃止によって、李自成をはじめ液卒が一気に失業したのである。どうやって暮らしていけというんだ状態だね。1626年、女真族をまとめ上げ、黄巾を建国したヌルハチが死んだ。これによって大きく歴史が動くことになる。詳しくは、ヌルハチを見てね。ヌルハチは自らの国を中華統一帝国にすることまでは想定していなかったと言われている。だがその後を継いだ本太子はそうではなかった。積極的に中華領域を狙ったのである。つまり女真族の攻撃が激しくなるということだね。崇禎帝が即位したのは、ヌルハチが死んだ翌年の1627年のことだった。崇禎帝は即位するや内なる敵を打倒した。内なる敵？宦官勢力だ。中でも義中堅の戦王ぶりは異常だった。
スー帝帝の兄である天慶帝は政治的に無能力だったようで、義中権はそれをいいことに国家を私物化し、瀕死の重病人へと変えていったのだ。朱元璋は宦官を徴用するなと言ったのに、朱元璋こと工部帝は、建国の後進をことごとく粛清し、皇帝にその権限を集中させていった。その結果民という国は圧倒的な中央集権国家となり、誰も皇帝に逆らうことはできなくなった。詳しくは、朱元璋を見てね。天慶帝は義中権の言葉に対し、予期に計らえ、を連発したという。その結果義中権には誰も逆らえず、皇帝の弟といえども例外ではなかった。義中権は国のあらゆる実権を握り、人事権も当然握っていた。一番権力を握っちゃいけない人間が権力を握ってしまったんだよね。大女親族司令官とも言える孫昇州は義中権に反発し、職を辞してしまう。そして義中権は自身の息のかかった高台という人物を大女親族司令官に任命したのだが、この人物はまるで戦う気がなく、席の内側に引っ込んでしまった。義中権が派遣するような人物なんだからそうなるよね。民の防衛に関しては、三会館を突破されるかどうかが肝だった。この席を突破されてしまえば、首都北京は一気に危うくなる。三会館を守れるかどうかが国家の存亡に直結するわけだね。それが分かっていた円数館はその外郭として寧円城を築城し、当時最新式だった高位砲をポルトガルから購入し、ヌルハチを撃退したのである。武装の差で兵力の差を覆したわけだね。皇帝が天慶帝から崇禎帝に変わると、円数館は毛文龍という人物を処断した。毛文龍は中央政府を牛耳る宦官勢力に賄賂を送り、非合法ビジネスで莫大な利益を上げていたのだ。その上女親族との戦いに連戦連敗するもそれも賄賂でごまかしていたという。腐敗の典型のような人物だね。だがこれが円数館の寿命を縮めた。毛文龍の部下たちが女親族に寝返り、民の側の情報を流してしまったのだ。祖国がどうなってもいいのかよ。民の内情を知った本大寺は、寧円城を守る円数館を退場させることにした。でも円数館は強いよ。本大寺は父ヌルハチとは違い、円数館との直接対決は避けた。そして民に救う宦官勢力に賄賂を送り、円数館が謀反を企んでいると断言させたのだ。崇禎帝には病的なところがあった。病的？異常なほど疑り深かったのだ。崇禎帝はその治世において、50名の閣僚を更迭したと伝えられる。ちょっと多すぎない？崇禎帝は国家再建に対して強い意志を持っていた。そしてそのために腐敗を一掃しようとしたのだ。それは良いことだねー。だが問題なのは民が腐敗しきっていたことだった。義中権が実権を握っていた時代、義中権に従順な者しか生き残れなかった。すでに民の行政機構の腐敗は取り除けない状態だったのだ。これ、朱元璋の時代からそうだったよね。朱元璋こと工部帝が大粛清せねばならなかった理由も、腐敗にあったとされる。朱元璋はモンゴル族の国であった元の造反集団として放棄したわけだが、元の行政機構は腐敗しきっていた。もうずっと腐敗しきっとりますやん。地方の有力者は賄賂をもらうのが当たり前になっており、役人も同様であった。工部帝がどれだけそれを是正しようとしても是正しきれなかった。崇禎帝も国家汚職を是正しようとしたが、まるで成果を上げられなかったのだ。リンゴの中に腐ったリンゴを入れると腐敗は広がるとは言うけれど、民では腐敗しているのが当たり前になってしまったからな。果たしてそれは生来の性格だったのか。崇禎帝は全てを疑い始めるようになる。疑心暗鬼というやつだね。本大寺はまさにそこをついた。崇禎帝は残言を信じ、円数館を処刑してしまったのである。詳しくは、円数館を見てね。円数館の死そのものも問題だったが、円数館の同僚だった者たちが女親族に次々に降伏したのも問題だった。中でも蘇大樹という人物が女親族に降伏したことは、その後の中華史において大きな意味を持つようになる。ほう、そうなのかね。蘇大樹の妹は五条という人物と結婚し、五三桂という男の子を産んでいた。この五三桂こそが中華の歴史を大きく変えるのだ。そのあたりの話はもう少し後でしよう。あさっていつだ、今すぐしろ。
話は少し戻って崇禎帝が即位した1627年、干ばつが原因で大規模な飢饉が起こっていた。増税とインフレ、民ではそれが同時に進むことになる。飢饉状態にあっても減税しないのか。特に干ばつのひどかった先生一帯において、王家院という人物が飢えた民衆を集め、民への反乱を起こしたのである。この王家院による反乱こそが、李自成の乱の前弁だったと言える。どうやら李自成もこの反乱に参加していたようだ。女真族と戦う一方で国内では反乱が起きたわけだね。中華においてはしばしば巨大な規模の大反乱が起こる。五漢滅亡の原因となった黄巾の乱や、民建国のきっかけとなった黄巾の乱がその代表だ。朱元璋ももともとは黄巾の乱に参加していたんだったね。朱元璋のように大規模反乱出身者が新たな国を作り上げた例は稀だ。黄巾の乱や陳昌五公の乱など、大規模反乱は大概において国家の圧倒的な武力によって潰されるからだ。王家院は民の軍団と戦っている中で死んだ。反乱は鎮圧されたのかい？王家院は味方の裏切りにあって死んだようで、数十万人規模の反党は健在だった。なので王家院の死後、いくつかの勢力に分裂したようだ。黄巾の乱もそんな感じだったね。そのように分化した勢力の中に、黄芸商という人物率いる勢力があった。李自成はどうやらこの勢力に属していたようだ。例によって李自成の反省はよくわかっていないんだね。朱元璋と違い歴史を残せなかったからな。王家院が死んだ年は、袁崇焕が死んだ年の翌年、つまり1631年のことだったようだ。明は工場中を司令官に反乱を次々と鎮圧していった。工場中とは何者だい？袁崇焕同様科挙に合格した官僚だ。王家院は黄獣中との戦いの中で死んだようで、その分派とも言える黄芸商は三世を拠点として勢力を再編成したと見られている。三世は新たに反乱勢力の拠点となり、30を超える勢力と20万人を超える反徒が集まっていたのだという。国家戦力レベルの規模じゃないか。李自成は黄芸商の勢力の中で頭角を表していった。どうやら彼の妻は黄芸商の命だったようだ。そういえば朱元璋は反乱の主要隠し校の幼女と結婚していたね。李自成と朱元璋には似通ったところがある。共に帝国の末期に反乱軍に身を投じ、新たな国を建国するに至った。李自成と朱元璋、一体どこで差がついた？それはこれから見ていくとしよう。黄芸商は自らを陳王とし、李自成は陳商と呼ばれていた。陳、には勇猛という意味があり。どうやら反乱軍の中で人気の高い言葉だったようだ。勇猛な王に勇猛な将というわけだね。だが反乱勢力は徐々に追い詰められていった。民側の司令官である黄承忠は反乱勢力を括弧撃破していく。この頃の反乱勢力はまとまりがなく、お互い助け合ったわけでもなかったようだ。全体として数は多くても、それぞれの勢力は大きくなかったんだね。結局反乱勢力は三世から河南に移った。そして1635年、反乱勢力は慶応に集結したのである。まとまって民に対抗しようということだね。この慶応大会にて李自成は団結を唱え、頭角を表したと言われているのだが、慶応大会は実際にはなかったのではないかという意見もある。どういうことだい？李自成をはじめ民末の反乱勢力には捜索が多い。中には女真族によって意図的に貶められた可能性が高いものもあり、正確にはどうだったのか分かっていないところも多いんだ。まあでも歴史って大体そういうものだよね。秀吉は道理を温めていないかもしれないし、マリー・アントワネットはパンがなければお菓子を食べればいいじゃない、とは言っていない。詳しくはマリー・アントワネットを見てね。いずれにせよ河南にて反乱勢力は工場中に撃破され、拠点をさらに先制に移した。団結したかどうかわからないけど負けたんだね。1636年、反乱勢力側はさらに劣勢になる。黄芸商が孫殿帝という人物に捕らわれ、そして処刑されてしまったのだ。終わりかい？反乱軍はもう終わりかい？いや、李自成はむしろこの辺りから始まったと言える。李自成始まった。李自成は黄芸商の勢力を受け継ぎ、二代目の陳王を名乗った。李自成はもともと先生は延安府米試験の出身であったという。
この地域は麦や米などの産地であったが、耕地面積は多くなく、自給することは不可能な地域であったという。豊かな地域というわけではなかったんだね。崇禎帝が即位した頃の延安近郊では、住民は木の皮を剥いで食べる状態で、ついには石まで食べたという。想像を絶する飢餓状態だね。崇禎帝は一応救援に乗り出したようだが、ほとんど効果がない状態だったようだ。民を建国した工部帝は、英書制を実施し、兵に屯田させていた。兵士が自ら開墾するわけだね。だがそれではとてもまかないきれず、民から給与が支給されたわけだが、崇禎帝の時代にはその給与も遅れるか、ひどい時には無給であったという。財政が完全に破綻しているね。万暦帝の時代に使いすぎたからな。詳しくは、万暦帝、を見てね。それでどうなったかといえば、兵士が盗賊化したのである。最悪の展開だ。そんな状態でも、崇禎帝は太助親族のために臨時税を徴収したのであった。地域の名士が中心となり、国に対して税の支払いを拒否する事例が相次いだ。そのような組織は反乱軍となっていった。悪政が生んだ反乱軍だね。増税とインフレ。戦争では穀物の値段が飛躍的に上がり、住民は食べるものがなくなった。6割が餓死、流浪死、4割が盗賊となった。先生はそのような状態に陥ったという。死ぬか逃げ出すか盗賊になるかの選択肢しかないのか。理事生は先生の中でも特に貧しい農家に生まれたという。もともとはそれなりに裕福な一族だったようだが、両鳩に任命されたことから没落が始まったという。両鳩？民では陸運網で利用する馬の世話をさせたのさ。理事生の先祖はどうやら馬を死なせてしまったらしい。今も昔も馬は非常に高価だ。理事生の先祖は弁償を迫られ、手持ちの資産をすべて没収されたという。ハイリスクなのにノーリターンじゃないか。火星は虎よりも猛なり、とはよく言ったものだ。確か孔子の言葉だったね。その後理事生の先祖は立ち直り、再び裕福になったようだが、またも両鳩に選ばれ没落したらしい。結局理事生は極貧農の家に生まれ、理事生の母は彼を洞窟のような住居で産んだという。そこから大帝国民を滅ぼすまでに至るのか。理事生は文字の読み書きを習っていた時期があったようだが、生活が苦しくそれを継続することはできなかったようだ。理事生も修験僧同様ある程度の読み書きはできたわけだね。どうやら地元の有力者に多額の借財があったようで、それを返済できずに厳しい罰を受けたという。また、ある時には羊泥棒の濡れ衣を着せられ、鞭で打たれたとも言われている。その上、忌憚制度が廃止されて失業した。もう反乱軍に参加するしかないよね。なお理事生が借財をした相手は外一族という地元の有力者で、後に反乱鎮圧軍に一族の外番年が副官として参加し、理事生の軍団と戦い戦死したようだ。因果というのは何とも。理事生はかなりの戦闘巧者だったようで、民の軍団をたびたび撃破していた。そして1636年に工芸省が死ぬと、独立した勢力を形成するのである。一方この年、秦が誕生している。それまで国号は、金、だったね。ワンヤンアグダの建てた国と区別するために、黄金、と呼んでいるがな。すでにこの時点で女真族はモンゴル帝国を傘下に収めていた。世界中を席巻したあのモンゴル帝国をか。また、本体時はヌルハチの肝心弾圧政策を転換し、肝心に対する優遇策を実施した。その上で国号を秦と改め皇帝に即位し、女真族という名称を満州族に変えたのである。そしてこのことからわかるように、本格的に中華領域へと進行していくのである。理事生の独立と秦の建国はほぼ同時期なんだね。1636年5月、秦の軍勢は民に侵攻した。民はなんとか秦の侵攻を撃退したものの、民の兵部尚書長鳳翼と仙台総督楊延等は、責任を取って実施することになる。民からまた人材が消えていった。一方この年崇禎帝は、反乱軍を一気に掃討することにした。そのために任用したのが楊子昇である。何者だい？この人物もまた科挙出身官僚だ。楊子昇の父楊鶴は、兵部次郎の地位にいたが、反乱勢力を制せなかったとして処刑された人物だった。処刑された人多いね。崇禎帝はすぐに臣下を処刑したからな。
崇禎帝は莫大な額の税を徴収し、反乱勢力の掃討を命じた。そもそも税が重すぎて反乱が頻発しているのですが、領事省は反乱勢力を次々と降伏させた。一方李自成は降伏を拒み、高重中と孫殿帝によって撃破される。負けたのかい？敗北も敗北。李自成はわずか18騎にて逃亡せざるを得なかったという。軍団は壊滅してしまったんだね。1638年に起きた道館の戦いの敗北以降、約2年間ほど李自成の行方はわからなくなる。明側は李自成は死んだと判断しており、この間の李自成について詳しいことはわかっていない。でも実際には李自成は生きていたんだね。一方で再び満州族の攻撃が激化した。このことによって、反乱軍の鎮圧に当たっていた工場中などが、対満州族戦線に移動となる。反乱はどうするんだい？この天候現象を捉えた孫殿帝は、反乱鎮圧のための兵力を対満州族のために割くことに反対している。そしてその後孫殿帝は逮捕され、投獄された。そこまでするのか。背景には領事省による残言があったとされるな。残言、なぜに？領事省と工場中、孫殿帝の間には対立があった。領事省の意見は机上の空論である。工場中と孫殿帝はそのように領事省を非難したのである。でも反乱軍は次々と降伏したんでしょ？形だけ降伏したが勢力は残ったままだった。じゃああんまり意味ないんじゃ。翌1639年、長剣中や羅女祭といった反乱勢力が再び放棄した。これを受けて領事省はさらなる増税を崇禎帝に提案。この状況で増税って、正気ですか？この増税がさらに半島を増やす結果になったのは言うまでもない。そしてこのような状況が李自成を復活させたと言える。1641年、李自成は突如洛陽を襲撃した。洛陽といえばかつて五冠の都があった都市だね。この時洛陽を統治していたのは、悪名高き福王主上旬であった。確か万暦帝の息子だったね。万暦帝は主上旬を溺愛するあまりに年功序列を無視して皇帝にしようとしたり、国家財政が傾くほどの額をその結婚式に費やしたりしたので、人々から非常に恨まれていた。その上洛陽における収奪は度を超えていたようで、豪勢な暮らしを続けていたようだ。一方で飢えて石を食べなきゃならない人たちがたくさんいるのにね。福王は父万暦帝同様かなり吝嗇な性格で、自分の贅沢のためならいくらでも浪費したが、人のためには一切お金を使いたくない人物だった。そのため寄せられた援助要請は全て断り、ひたすら自己の快楽を追求したのである。この性格は確実に万暦帝から受け継がれたものだ。洛陽は驚くほどあっさり落ちた。洛陽の軍団が李自成に味方したためだ。もうこんな人間に仕えたくないってたくさんの人が思っていたんだろうね。福王主上旬は180キロを超えていたようだが、李自成は彼を福禄寿として振る舞った。洛陽の人々は喜んでそれをすすりあったという。いや、それってどういう。一方で長剣中と羅女祭は上陽を陥落させ、万暦帝の弟である上王を殺害した。この結果を受けて領事省は実施することになる。民側の指揮官の死亡率の高さよ。なお円数官と共に霊炎城を築き上げた孫昌修も、この1638年に満州族との戦いで死亡している。ある者は反乱軍と戦いし、ある者は満州族と戦いし、またある者は崇禎帝によって処刑された。一方で満州族や反乱軍に降伏した者は生きながらえた。李自成の軍団は規律が整えられており、略奪などは禁じられていた。主上旬のケースは例外中の例外だったという。一方で民の軍団は積極的に収奪を繰り返し、人々は奸賊と呼んで忌み嫌っていた。まさに疫政革命が行われるべき時期だね。洛陽陥落後、李自成の軍団は宋の都が置かれていた解放を攻めた。そして李自成は片目を失う怪我を負いながらも解放の攻略に成功する。この事態を受けて崇禎帝は孫殿帝を牢から出した。孫殿帝の言うことが正しかったね。孫殿帝は兵の訓練に時間が欲しいと言ったが、崇禎帝はそのような暇は与えず、即座の李自成討伐を命じた。崇禎帝って万暦帝とはベクトルの違う暗君だよね。
後世から見ればアン君以外の何者でもない数帝帝だが、李自成をはじめ同時代の人間からはアン君ではなかったと評されている。君は甚だ式に暗きにはあらざれども、李自成はそのような言葉を残している。甚だしく暗いようにしか見えないけどなぁ。万暦帝は全く政治をせず、宝刀の末国を傾けたが、乱りに臣下を殺害するようなことはなかった。数帝帝は破綻した財政を立て直し、満州族となんとか戦おうとした結果、増税という最悪の手段に頼り、人材を躊躇なく殺害し尽くした。果たしてどちらが真の暗君なのか。どちらも真の暗君としか思えない。孫殿帝が出立する際、数帝帝は賀人流という人物を処刑させた。また臣下を殺すのかよ。賀人流の処刑を知った反乱勢力は大喜びしたという。彼は非常に強力な指揮官だったのだ。数帝帝の行動はことごとく反乱勢力のアシストにしかなっていない。反乱勢力にとって数帝帝はこの上もなく力になってくれた皇帝だったと言える。李自成と孫殿帝は河南南部で激突した。李自成はかつて孫殿帝に敗北していたね。だが今回勝者となったのは李自成だった。明の軍団は圧倒的に食料が足りず、まだ青い柿を食べてお腹を壊したことから、支援の駅、とも呼ばれる。やっぱり準備不足だったか。数帝帝が判断能力に優れた人物であったら、円数感は死なず、大女親族戦線も大反乱勢力もどうにかなっていたかもしれない。でも現状どちらの勢力も手をつけられなくなっているね。それでも孫殿帝は勢力を盛り返し、李自成の軍団に大きな打撃を与えることに成功している。中には明の軍団に投降する者も現れ、李自成の軍団は危機に陥った。かなりの強者だね。両軍は道館にて激突した。かつて李自成が敗北を味わった地だね。激しい攻防が繰り広げられた。だが明側は圧倒的に食料が足りず、満タン位の兵力を失い、ついには指揮官である孫殿帝が戦死してしまった。孫殿帝は勝ち目がないことを悟り、自ら李自成の軍団に切り込んでいったという。明はまた一人有能な将軍を失ってしまったね。さて、いつの頃からか正確な年代は不明だが、李自成の軍団には儒教的知識人も参加するようになっていた。その代表が劉金星という人物である。この人物は教師には合格した巨人であったようだ。科挙にはいくつかの段階があるんだったね。教師、会士、殿士とあり、会士に合格した者が進士と呼ばれる。詳しくは、科挙の成立、を見てね。基本的には会士に合格した者が官僚となるが、会士に合格するのがかなり難しかった。年によっては合格率が100倍を超えたこともあったようだ。そんな難関試験を突破した者たちが宦官に逆らえなかったりしたのか。劉金星は李自成軍の精神的支柱となったようで、むやみに略奪や殺戮をしなかったのも彼の影響が大きかったと言われている。朱元璋も劉貴をはじめ儒教的知識人を側近として採用していたね。李自成軍には李元という名の伝説的な軍師がいたとされるが、これは後世の創作だったと言われているな。劉金星といい李元といい、なんだか三国志っぽい名前だね。李自成の軍団は、免税、を掲げた。実際占領地の人々からは基本的に税を取らなかったという。でも財源はどうするんだい？地主や商人には課税していたという。そのため李自成は占領した地域において絶大な支持を集めた。すでに人々は民に見切りをつけ、李自成の作る新国家を支持する段階だったと言える。民の政治はひどすぎた。李自成は次第に反乱集団もまとめ上げ、羅女祭らもその参加に入ることになる。もっとも李自成は参加に入った反乱勢力の首領らを殺害しているが、領有は並び立たないよね。まあ李自成軍の将軍として活躍し続けた者もいるんだがな。なお李自成以外では最大勢力だった長建中はその参加には入らず、明滅亡後もその勢力を保持することとなる。世はまさに群雄割拠だったわけだね。1643年、李自成は大順王を称した。王様かい？ついに王様になったのかい？この時期より李自成の軍団は国家としての様式を整えていく。その模範となったのは党の制度で、陸部の代わりに六政府を置くなど、名称や役職の違いなどはあったものの、国家としての制度は整えられていた。おかしいな。
理事制が新たな国家を作り上げる未来しか見えない。1643年10月、理事制は西安の陥落に成功した。そして翌1644年、西安を元の呼び名である長安に戻し、理事制は元号を永昌としたのである。長安は前漢、隋、唐などが都とした都市だね。民はすでにボロボロだった。反乱軍制圧に功のあった工場中は1642年に秦に降伏。戦える指揮官は数えるほどとなった。人材は無限ではないからね。一方で秦の皇帝である本太寺が1643年に死んだ。新たに皇帝となったのはわずか6歳の順帝だった。若いというよりももう幼い。その年で政治ができるわけもなく、摂政のドルゴンが秦の実権を握る。ドルゴン、何者だい？ヌルハチの息子にして本太寺の弟。一方で大満州族の最終防衛地点とも言える山海関は、1641年より御三家が守っていた。数帝帝、順帝帝、ドルゴン、理事帝、御三家。これらの人物が織りなす怒涛が、中華史を飲み込んでいくのである。時は来たわけだね。1644年、理事制は民の首都である北京を攻めた。前漢、隋、唐の首都であった長安も、後漢の首都であった洛陽も、宋の首都であった開封も、すでに理事制の支配下に入っていた。残るは元や民の首都だった北京なわけだね。歴史を後から眺めれば、理事制の北京攻めは時期尚早だった。この判断が理事制に破滅をもたらすことになる。理事制は負けたのかい？1644年、それは4000年とも言われる中華の歴史の中で最も激しい年であったと言える。南京を攻めるか北京を攻めるか、理事制の勢力内で激しい議論があったという。明は当初南京を都としていたね。ここで南京を攻めていれば中華史は大きく変わっていたことだろう。2月、理事制は大元を攻めた。大元は石炭の産地であり、北京政府はエネルギー源を大元に頼っていた。それを断とうというわけだね。大元は皇族の子宮系が守っていたが、あまりにもあっけなく陥落した。民はすでに人心を失っていたのだ。あれだけ増税すればねー。理事制は次に大を攻めた。ここでは首相である周宮吉が粘ったため多少苦戦したが、それでも陥落した。まさに破竹の勢いだね。理事制は拠点を攻める際、最初に降伏を進め、従えば何もしなかったという。だが抵抗すれば抵抗日数に応じて人々を殺害したとも言われる。なんかモンゴル帝国に似ているね。領域を広げていくのには成果の高い方法なんだろうな。また、理事制は拠点を制圧すると皇族の財産を没収し、人々に平等に分け与えたとも言われている。この政策は中国共産党によって高く評価されている。各地域は明の皇族が支配していたんだったね。伝承によれば、軍師の李元は理事制の政策を歌にして伝えたという。そのため人々は理事制の軍団が近づくと積極的に歓迎したと言われている。富をもたらすものを歓迎する。誰かどうにかしてくれ。当時の明の人々はそんな心持ちだったのだろう。明の政治がひどすぎたもんね。その他にも税の3年免除を約束し、人材登用のために科挙も実施したという。そのような政策の賜物か、民の拠点はあっさりと陥落していった。民も建国当初は税を免除していた気がする。僧侶は安く姿勢は堅し、ということだな。理事制は勢いそのまま北京を攻めた。その直前、民の数帝帝は己を罰する御事の理を出している。僧の起草も出していたね。諸将が自分を誤りことここに至った。自分じゃなくて諸将が悪いってこと？数帝帝は本気でそのように考えていたようだな。自分が悪かったとは全く考えていなかったようだ。救いようがないね。数帝帝でなければ民はもう少し続いたか、というのは非常に難しい問題だ。数帝帝が即位した時、すでに民は末期症状だった。もう誰もどうにもできない状態だったと言ってよいだろう。万歴帝やら義中堅やら。だが増税を繰り返し、優秀な人材を何人も無慈悲に処刑したのは数帝帝だった。彼は明という国にとどめを刺したと言ってよいだろう。とどめを刺したのは理事制なんじゃ。北京はあまりにも簡単に陥落した。200年以上続いた歴史などなかったかのように。まるで無限のごとくなりだね。
スー・テイテイは北京から逃げ出そうとしたが失敗し、官僚を集めようとしたが誰も集まらなかった。スー・テイテイのそばには王昭恩という宦官だけがいたという。皇帝が宦官を徴用する理由がよくわかる。君は亡国の君にあらざれど、臣はことごとく亡国の臣なり。スー・テイテイはそのように言い残しているからな。袁数官を殺しておいて、自分は一切悪くなく、全部臣下が悪いって。革新犯、という言葉があるが、スー・テイテイにこそふさわしいだろうな。袁数官は女真族を統一し、貨幣にて民軍を破ったヌルハチに唯一完全勝利した人物だった。だが袁数官は敵である女真族に殺されたのではない。漢民族の皇帝であるスー・テイテイによって殺されたのだ。真に恐れるべきは有能な敵ではない、を体現してしまったね。スー・テイテイは紛れもなく、亡国の君、でしかない。スー・テイテイは娘たちを殺し、自らも果てたという。民は、滅びたのだ。滅びるべくして滅んだ、って感じだったね。民が滅び、中華は4つの国に分裂した。4つ?順治帝を皇帝とし、その実権は摂政ドルゴンが握る満州族の国秦。民を滅ぼした李自成の国順。長建中が蜀の地にて建国した姓。副王主上順の息子である高皇帝が、南京にて民の復興を叫んだ難民。だが中華の趨勢を決めたのは5つ目の勢力だった。5つ目の勢力?民最強の軍団を率いていた御三家だ。首都がどこにあるかを見ればその国の性格がわかるという言葉がある。民の首都は北京だったね。北京を首都としたのは永楽帝だ。民はその建国の経緯から、モンゴル帝国に対して最強の軍団を配置する必要があった。そして皇武帝がそのために炎王に選んだ人物こそが後の永楽帝であったわけだ。詳しくは永楽帝を見てね。当然女真族に対する意味もあった。かつて漢民族は、女真族の国である金に、華北の支配権を奪われたことがあるからな。詳しくは、成功の変、を見てね。だが秀吉の朝鮮侵攻や猿符の戦いなどにより、女真族の力は大きくなり、ついにはモンゴル帝国をも飲み込んでしまった。そんな女真族を抑え込んでいたのが三階館である。そしてそれを守っていたのが御三家だったわけだね。結果から言えば御三家の動きが歴史の流れを決めた。中華史最大の裏切り者。御三家は漢民族から打滑のごとく嫌われた。漢民族を裏切ったのかい?陳延延という女性が原因だったと言われている。はい。李自成の腹心に劉宗斌という人物がいた。どうやら李自成が反乱に身を投じる以前からの仲間だったようで、李自成の軍団の中でも最も有力な将軍となっていた。話が見えてこないな。劉宗斌が陳延延を我が物にした。御三家はそのような報告を受け取ったという。陳延延って一体誰だい?御三家の愛称だったようだな。李自成は御三家の父である御嬢を通じて御三家に対して降伏するよう勧告していた。御三家もこれを受けたと言われている。だが劉宗斌が陳延延を我が物にしたと聞いた御三家は本意したという。嘘でしょ?この話が本当かどうかを検証するのは難しい。不可能と言っても良いだろう。だが御三家の中華史における評価は、女性のために漢民族を売った裏切り者、だ。漢民族士官が続く限り、この評価が覆されることはないだろう。つまり御三家は満州族に味方したと?ヌルハチが猿符の戦いで民に大勝した後も、女真族はついぞ三階館を突破することはできなかった。だが御三家はその席を開き、女真族を招き入れたのである。そんなことしたら祖国は満州族に支配されるかもしれないんだよ。実際にそうなった。御三家は後に難民も滅ぼしており、祖国を、漢民族を裏切ったと言っても過言ではないだろう。それが女性一人のためだったかどうかはわからない。でもそうじゃなかったらなぜ満州族に寝返った?御三家は特に注目されるが、満州族に寝返ったのは御三家だけではない。袁数官と共に戦い、御三家の叔父でもある蘇大樹もすでに満州族に降伏している。果たして民のために戦った袁数官は最後どうなったのか。人類が考え出した最悪の処刑方法で殺されたね。多くの民将が民が滅ぶ前に満州族に降伏した。かつて李自成を完膚なきまでに叩きのめした工場中も満州族に降伏していた。
そして満州族は彼らを喜んで受け入れ、厚遇した。一方李自成は北京を支配すると、旧特権階級に対して苛烈な政策を実施した。一体何をしたんだい？ここでもポイントとなるのは郵送便だった。李自成は明の特権階級の財産を没収したのだが、その際郵送便は新たな拷問器具で、時には死を伴うような激しい拷問を行ったのだ。明の特権階級はためもためたり没収した額は7000万両にも及んだという。そう言われても全然ピンとこない。李自成が生まれた先生では、米の値段が3000から7000に値上がり、多くの人が死んだ。数帝帝がその際救援として付したのが10万両であったという。これは10万人の人々の約50日分の食料に匹敵したそうだ。よくわからないけど明の皇族はものすごい額を貯め込んでいたけど人々を救うことには使わなかったわけだね。数帝帝は使ったことは使ったが全然足りなかったと言える。その上重税を課していたので、多くの人は生活ができず、死ぬか反乱軍に加わるしかなくなった。李自成は官僚の素行を調査し、素行が良ければ採用し、そうでなければ財産を没収したようだ。明の官僚は賄賂をもらわないと貧乏だったんだよね。李自成軍はかなりの数の文武官を殺害したものとみられている。だがあまりにもやりすぎたのか、李自成は途中で文武官の殺害をやめたようだ。そして李自成は御三家に爵位を与えることを決定した。それで御三家はそれを受けたのだが、本意して満州族に味方したわけだ。李自成には味方しないということだね。明の残党にも味方せず、満州族に従った。真の実権を握るドルゴンは、漢民族同士を戦わせることにした。後の展開を見るに、満州族は御三家のような裏切り者を信用してはいなかったようだ。信用はできないけど利用はできると踏んだわけだね。ワンヤンアグダの建てた金の時もそうだったが、漢民族に比べて女真族は非常に少ない。成功の変で解放を陥落させた金は、人材不足で引き上げていっていたね。この時代、漢民族1億に対して満州族は100万ほどだったと見られている。およそ100倍か。満州族が最も注意せねばならないことは、漢民族同士が連帯すること。最も良い展開は、漢民族同士が殺し合いをすること。李自成と御三家が争えば最高というわけだね。もろもろ考えるに、李自成の頭の中には御三家が満州族と共に北京に攻めてくるという発想はなかったようだ。御三家の一族は北京におり、李自成は御三家を厚遇するつもりだった。郵送便が余計なことをしたばかりに。だが果たしてそれは本当だったのか。どういうことだい？あまりにも満州族にとって都合が良すぎると思ってな。満州族が御三家に吹き込んだってこと？ヌルハチの時代から多数の患者を放っていた。円数官が処刑されたのも、本体寺が放った患者が、宦官勢力を買収したからだという話もある。工作員がいたわけだね。結局のところ真相はわからない。わかっているのは李自成と御三家が軍団を率いて殺し合いをしたことだけだ。何のための争いなんだよ。激しい戦いであったという。李自成に対峙した御三家やその兵たちは、弁髪であったそうだ。女真族の伝統的な髪型だね。御三家はすでに身も心も満州族に捧げていた。果たして両軍の兵は何を思ったのか。ドルゴンはその戦いをただ眺めていたという。高みの見物とはまさにこのこと。両軍が疲弊しきった頃、突如風が吹いたという。そしてその瞬間、満州族が李自成に襲いかかった。満州兵至れるなり。李自成はそのように叫んだという。まるで漁夫の利の小路のような展開だ。死者数多るなし。李自成の軍団は壊滅した。敗走した李自成は和議の使者を送ったが、御三家はこれを拒否した。李自成は御三家の父御嬢を殺害し、その一族を皆殺しにしたという。これでもう、和議の可能性はなくなったね。もし世に言われる通り陳延々が本意の原因なのだとすれば、御三家は愛人のために家族を失ったことになる。なお御三家を歌った延々曲によれば、御三家は後に陳延々を取り戻したというが、それが実際なのかどうかは不明である。そんな歌があるのか。延々曲は、御三家と同時代を生き、難民に仕えた御医療という人物が詠んだ歌だ。その内容が事実かどうかはさておき、
すでにその時代からそのような話が広く知られていたことがわかる。事実だとすればひどすぎる。ただ、この話が事実だとすれば、御三家の家族を殺したのに、元凶とも言える陳延延を生かしておくのは不自然な気もする。いずれにせよ理事政は敗れた。北京に戻った理事政は、体制を立て直すべく北京中の富を集め、長安へと撤退していった。北京は？見捨てた。なお長安に撤退する前に北京にて即位式を済ませ、皇帝となっている。このタイミングで、準備は前からされていたようだな。理事政にとって御三家の裏切りは予想すらしていなかったのだろう。御三家が満州族を防いでいる間に即位式を行う予定だったんだろうね。御三家が裏切らなければ満州族は三会館を突破できたかどうかわからない。仮に突破できたとしても年単位の時間が必要だっただろう。結果から見れば見通しが甘かったってことかな？それはあくまで結果論だった気もするな。当時の情勢で三会館の首相の裏切りを予見することは不可能だったと思う。相手は異民族なわけだしねー。とはいえその後の対応は失敗だった。満州族は北京を占拠し、強力な拠点を得ることとなった。北京が取られたのは痛いね。満州族は北京の人々に対し、素直に降伏すれば何もしないが、従わないなら殺すと脅した。北京にはすでに抵抗勢力もなく、明の都だった都市は満州族の支配下に入ったのである。昔契丹族もこの辺りを支配したね。1644年12月、準都心は道館にて激突した。再び道館が戦いの舞台となったんだね。古来よりこの地は戦いの舞台となってきた。東大の安史の乱や三国時代、そして李自成の乱。李自成が道館で戦うのはこれで三度目だね。三度目の戦いは李自成の敗北に終わった。そしてこの敗戦はまたも李自成にとって致命的となった。李自成の軍団からは離反が相次ぎ、さらに軍団内部の不和も激しくなったのだ。うまくいっている時は顕在化しない問題も、うまくいかなくなると途端に顕在化するよね。結局李自成は長安を放棄することになり、その際長安に火を放ったのである。これは人心が離れるだろうねー。慶化校の戦いにて、李自成の軍団は南民の軍を撃破した。この状態で漢民族同士で戦うのかよ。李自成の軍団は武将の占拠に成功するが、秦の軍団が追ってきたため逃亡した。だが逃げ切れるものでもなく、秦の軍団相手に連戦連敗し、その過程で郵送便は死に、李自成の行方もわからなくなった。李自成は最後、農民によって殺されたと言われている。秦と戦って死んだんじゃないのかよ。自ら死を選んだという話もあり、李自成の最後は判然としない。生存説さえあるのだが、少なくとも歴史の表舞台に立つことはなかった。李自成の乱は終わったのである。李自成の乱が終わり、漢民族は華北の支配権を完全に失った。朱元璋が必死になって取り戻した華北の覇権が。その後秦は御三家ら民からの交渉を使って、民の残党を始末していった。御三家らは藩王の地位を認められたが、最終的には秦によって切り捨てられることになる。詳しくは、三藩の乱、を見てね。果たして李自成の乱とは何だったのか。何だったんだい？漢民族同士が相争い、漢民族が華北の覇権を失うことになった戦い。一言で言えばそうなるかな。まるで海と市議が戦ったみたいじゃないか。李自成はなぜ朱元璋になれなかったのか。それは果たして個人の資質だったのか、それとも運だったのか。両方って感じもするねー。歴史とはほんの少しのことで動く。李自成はどこかでボタンをかけ違えたのかもしれない。朱元璋が台頭した時、支配者であるモンゴル族は大幅に弱体化し、元という国は下り坂の衰退期であった。でも秦は違ったね。まさに上昇期だったからな。だがそれでも人口を考えれば漢民族は女真族を圧倒していた。にもかかわらず漢民族はこの先数百年も満州族の支配を受け続けるのである。そのことが中華史に、世界史に与えた影響は非常に大きい。辛亥革命が起こるのは、250年以上先のことになるね。19世紀後半において、近代化を図る洋務運動は失敗に終わった。その原因は満州族の覇権を守らんとする西太后が、漢民族の台頭を恐れたからである。
詳しくは、聖太后を見てね。満州族と漢民族の対立は、中華を近代化から置き去りにする結果を生み出した。その結果の一つが日清戦争だったと言える。詳しくは、日清戦争を見てね。歴史に、もし、はないが、それでも李自成の乱が成功していたら、世界の歴史は大きく変わっていただろうと思う。といったところで今回の動画は終了だ。チャンネル登録して、次の動画も見てくれよな。チャンネル登録していってね。